この年取ってくると歴史に興味出てくるのって何なんですかね、これね。まあほら小学校中学校ってね、まあ、習うじゃないですか。まああの時のまあ人によると思いますよ。私ものすごく落ち着きのない人間だったんで、まあ今もないんですけどね、その学校の授業を聞くって言っても、まあ、いやいや聞いてる、まあ、テストのために覚えるとかね、こう周りにこうテストでこうなんかこう優劣つけられるとなんかこう尺だからちょっと、ね、勉強しないと恥ずかしい思いするとか。もうその程度で、歴史の背景とかね、精神的思いとか、その人々がね、どういう思いで何をしたかなんていうところまでは移入全く、感情移入全くなく、ただ作業としてこう覚えるとかね、まあそもそもそれすら聞いてなかったとか、だから頭入ってこないですよね。まだねこう理科の実験あ楽しいなとか、こう算数のこう計算ができると、あなその算数のね数の構造が理解してくると、あ楽しいなとか、まあそのまだそっちが全然ました。まあ、20代になってもまだだね。全然まだまだだね。もっとこう自分の楽しいこととか気持ちいいこととかね。そんなことばっかこう気になると。ね。どうですかね。でもまあ40超えたぐらいからかな。なんかね、きっかけは多分ですよ。ちょっとあんま記憶ないけど、漫画だと思うんですよね。大井龍馬っていう漫画知って、あれなんかのきっかけ多分ね見たんですよね。そしたらめっちゃハマってしまって、まあ、漫画だからね、まあ、脚色はすごい当然すごいされてるだろうけど、やっぱねこうその幕末の大筋とかね、こうそういえばなんか小学校の時聞いたなっていう名前とかがたくさん出てきて、まあその大抵の人がね知ってるであろうその新選組の存在であるとか。まあ、吉田松陰のこう松下村塾でしたかね。当然ねその坂本龍馬がその土佐藩でどうのっていう話とか、その薩摩の西郷隆盛、長州の上杉晋作とかね、まあだからその辺はほらもう教科書にも出てくるし、さすがにこう、まあ、勉強したくなくても一応覚えたんで、なんとなくこうそんな知識はあったけど、その実際彼らが何を思ってどんな行動を起こして何があったっていうその具体的なことって概要は知ってても興味はないですよね全くなかったのが、さすがにそんな私でもねこう40歳とか超えたぐらいからなってくると、やっぱこう日本の近代史とかねすごい興味出てきてね、なんかこう突然思い立ってこうググってどんな人物だったんだろうとかねね、その勝海舟はねどんな働きをしたんだろうとか、やっぱこう興味を持ってこう調べたりするのはね昔ありえなかったのが、やっぱね調べてると面白いんです面白いまあ面白いってやっぱり興味深いってことですよね。まあ、本当にね20代30代とかの若者がそれぞれのねやり方とか思いは違えど、こう日本のため国のためって思ってこう多くの人間がこう血を流して死んでいった、ね、長く続いた徳川政権がこう終わりを迎える、それを思うとねやっぱなんかこう神妙な気持ちになったりとかねこの気持ちって今なんでこんな話したかっていうと。まあ、見てる方ね同年代の方多いと思うんですよ。ねまあ、小学校の時いやいや勉強させられていたとね、年取ったらねなんでこんなに歴史が面白いんだろうってね、どんどんね自分が深みにはまってこういろんな人物像とか、ね、人間の関係性なんかをこう調べ上げたりとかってこうしちゃう、まあどのくらいの方が共感してもらえるか分かんないですけどね、まあ、その気持ちってちょっとね分かってもらえるんじゃないかなと。ああそうそんな話はねどうだっていいですわお土産を頂戴したので3点ちょっとご紹介したいと思いますね。1点目、これすごいですよ。びっくりした。鳥取県民なら必ず持っているというものをね鳥取からお越しいただいた方に頂戴したんですよ。お見せします。必ずですからね私はそう聞きましたからね。ででーん、目玉の親父メモ用紙見えるかな、目玉の親父がね全部ちゃんと書いてありますわ。貴重なもの、ね、福井県民の私にありがとうございます。鳥取県といえばね、まあ、皆さん鳥取砂丘とかねもう鬼太郎っていうのがやっぱりこうまず浮かぶんじゃないかなと思うんですけど、福井の私にとってね鳥取県ってまた別の意味でちょっとね、まあ、宿敵というか私昔からよく知ってたんですよ。福井県と鳥取県、因縁って、まあ、思ってるのは私だけかもしれないですけどここ10年ぐらい前からちょっと変わっちゃったんですけど、その10年ぐらい前までですね全国47都道府県の人口最下位ランキングをね、鳥取と福井がね、ずっと争ってたんですよ。そうなんですよ。最近はね、実は福井はね、下から4番目ぐらいか5番目ぐらいにこうちょっとね、人口はもちろん減ってるんですよ。ただ減り率がまだ福井はちょっと少なめっていうんでね、こうじわじわと上がったんですけどね、まあ、その昔はね、鳥取か福井かっていうんでねもうなんかもう敵に塩を送られたようなね鳥取すげえだろみたいなね。確かにね、福井何もないんでね、はい参りました次のご紹介ね、ちょっとね、この写真見てくださいよ。せーの、はい、ご存知ですか皆さん。ご存知ですよね。フィリピン在住でYouTube をやってらっしゃるね、マイティノッキーさんがね、なんとね、今帰国されていて、お住まいはね、大阪の方なんですけどね、遠く福井までね、わざわざ遊びに来てくださいました。本当にありがとうございます。でね、お土産をね、持ってきていただいたんですよ。まあ、それがですね、私ほら、いつも餌付けされてるじゃないですか。今回も餌付けされました。猛毒で、フィリピンの猛毒をね、持ってきてくださいました。はい、ででーん。マンゴーソフトクッキーですね。はい、もう一つ。ででーん。これね、マンゴーリキュール。ね、お酒ですね、お酒。これを。まあ、フィリピンはね、マンゴーとバナナぐらいしかなくてって言っても、実はね、そのマイティノッキーさんのは福井にめちゃめちゃゆかりがあってですね、そのお父さんの生家っていうんですかね、お父さんが出がですね、なんと福井県。でね、その割と若い時18、19ぐらいまではね、結構福井にこう見えてたっていうんでね、その地域名もね、春江町って言ってね、まあ当然福井の人しかわからない地名だとは思うんですが、当然この福井の人間にとってはね、あ、春江なのマジっすかみたいなね、まあそのくらいこう馴染み深い場所にね、そんなわけもあってね、ものすごい親近感を感じまして、というわけでね、こうせっかくいただいたお土産、マンゴー&マンゴーでね、頂戴したいかなと。お、いい匂い。マンゴーの匂いするうん、案外優しい甘さでね、日本人の口にもめちゃめちゃ合うそれはもちろんこれ流し込もうかなとうわぁ、アルコールきついな、これこのまま飲むもんじゃないんだろうなちょっと舐めます。おお、これ何パーあんのアルコール。これ調子乗ってググっていったら仕事にならないレベルだったこれ飲みやすい、美味しい。これ普通なんかロックでこう冷たくしてキュッと飲みたいな。ありがとうございます。ラストですね、島田のフルーツラムネってでかいよ俺これだいぶ大きいよ、これちょっとあげますわ。これ子供の時にもらう子供の時ってほら、こういうものって結構食えるじゃないですか。大人になるとあんまりね、たまにこう1個口に入れて美味しいなって思っても、たくさんこうずっとバクバク食うようなことはないでしょこれすげえ量だな。これ子供の時にもらってもちょっとビビってたんじゃねえかこれ。おお一粒がめっちゃでかいもんねこれ。うわ、なんかホロホロ、なんか懐かしい、めっちゃ懐かしいこれ昔こんなホロホロのラムネあったね。懐かしいわ大変美味しいございます。ありがとうございます。皆さんこんにちは、ガガの高橋です。今日はですね、これまでレディオガガオリジナルという体で販売させていただいております 3D プリンターで作っているシリーズですね。これまでですね、こちらね、電動ドライバー用ビットといって、ターンバックルのアジャスター、硬いやつを電動ドライバーにつけてね、ウィーンってもうめっちゃ簡単にしちゃうっていうこのアイテム、オンロード用、オフロード用ね、こちらもね、好評販売中でございます。これ相当ニッチな商品になりますけれどもこれですね、これは TA08 のリアの等角っていうのをね、簡単に手軽に測れますよっていうこのアイテムですね。これに新しいものが加わりました。お見せしましょう。ででーん。はい、これを見て何か分かった方は相当ラジコンやってる方です私でもね、これ見た瞬間ね、すぐ分かりましたよこれこれ何でしょうか。お見せしますじゃじゃーん。ここに取り出したるは、はい、バッテリーです。バッテリー、このスティック型のバッテリーですよね。これをですね、ちちょっと見ててください。見てくださいね。いきますよ。タミヤの LF。ででーん。これ入っていくのが 4200mAh ですね。ででーん。そしてこれ、ヨコモのね、リポバッテリー。ででーん。ででーん。ででーん。これですよ、これ。これね、バッテリースタンドです。これね、バッテリーって、何本もねバッテリー持ってる方はちょっと分かると思うんですけど、これ意外にね場所がねこう積んでおくのに邪魔だったり、これ当然平面なんでこう場所取ったりとか、このバッテリーの管理っていうのは意外にこう気を回したりとか場所取るっていうのはあるんですけど、これをねスマートに見せるアイテムですよね。このようにやるとですね、なんとこれだけあったバッテリーの床面積っていうんですか、底面積ですかちょうどこのバッテリー1本がこう置いてあるぐらいの感じね。このスペースに5本ですよこれね、それだけじゃないんですよ。もう1個ね、2つあるんですけど、これなんとドッキングしますこのようにね、こういうちょっとこうアダプターがついてるんですけど、これをつけるとですね、じゃじゃーん、ドッキング。最大なんと10本のバッテリーを立てることができるんです。まだあったかな、あ、まだあるね。あ、これ LF が2本あるわ。あ、3本あるわうん、見てください、これ。ほらほら、ここ今ここに8本しかなかったんですけど、見てくださいよ、このスマートな収まり。確かに邪魔になんないよね。これはねちょっとなんていうの、隙間商売っていうかこれ今連結した2個だけど、その気になると3個4個100個とつなげることができますんでね、当然ねこれバッテリースタンドとして使うのがベストだとは思うんですけど、こうやって置いといたらね、ちょっとラジコンの時ってこう小物ってほらちょっとこうピニオンギア外したとかね、なんかイモネジとかこうビスなんかをちょっとこうメンテナンス一旦外したっていう時にほらパラパラっていっちゃうじゃないですか。これ見てください、これトレーにもなるんです例えばね、こう連結してこの1列はバッテリー置きにして余ったところちょっとこう小物を入れてね、一旦一時的にこう小物を置く場所に使ったりとかですね、当然ね持ち運びにもね全然場所取りませんし、考えてみれば今までなかったのが不思議だなっていうぐらい、これねあるとねかなり利便性高いと思います。でこれ使えるバッテリーなんですけど、今お見せしたこのタミヤの LF、 これハイテクさんのバッテリー、ヨコモのバッテリー、G4 さんとかも出てますけど、多分ねこの一般的なこのスティック型タイプと呼ばれる角型はダメですよ。こういう角型になってくるとダメですけど、こうラウンドしたスティック型のものであればダメなものもあるとは思うんですよ。ニッケル水素も容量が大きいやつだとサイズも大きいし、頑丈にするためのこう中にプラスチックのあれ入ってたりするとちょっとね多分入らないかなとは思うんですが、もうちょっと手持ちにそういったものがないんでちょっと試せないんですけど、なんか探すか、桜井さんのゆるラジ号に使ってるこの 3000mAh のニッケル水素ですね。確かこれこれが入ってんの入らないかな。入ったわ入ったわ、普通に入ったわ。ちょっときつめだけど、使えなくはね、とりあえずこの個体に関しては、問題なく使える程度にはちょっときつめだけどね入ったんですよね。なんでタミヤさんのね1600のニッカウとかだったら多分入るんじゃないかなと思います。容量大きいねニッケル水素の4000とかなってくるとちょっと厳しいんじゃないかなって思うんですけど、使うメーカーさんのこの何ですか、この押さえ、このシュリンクの中に入ってる押さえのサイズによって決まるんじゃないかなと。このリポとかリフィに関してはもうねすんなりとスポッと使えますのでね。はい、そんなわけでこちらの、なんだこれ、バッテリースタンドですねアンドパーツ置きみたいなこれもちょっと題名はまた考えますけども、こちらね今連結しておりましたが、商品は1つ入りとなってますね。これ確かねこれで2000円ぐらいだったかなと思うんですけど、ちょっとまた金額がごめんなさい今この動画を出すと同時にですね、レディオガガのネットショップでもこの販売を開始しようと思っておりますので、お値段の方はそちらでお一つ下見いただきましてただ約2000円ぐらいだったかなとは思いますね、お一つね。なのでこう連結する場合にはお二つ、使うのはねこういうラウンドタイプのスティック型のバッテリー対応ということでね、かなり初心者さんとかゆるくラジコンをね楽しんでらっしゃる方へのものとなります。あとタミヤグランプリですね、タミヤ系のレースにこう本気でやってる方だと LF バッテリーですね、タミヤさんのねこれをたくさん持ってらっしゃると思うので、そういった方にもねかなり便利かなというところで、はい、今日はこのバッテリースタンドご紹介させていただきました。よろしければね、ぜひこちらお買い求めご検討いただければなと思います。それではですね、今日の動画良かったと思っていただけましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録をぜひお願いいたします。非常に励みになります。またレディオがですね、ウェブショップやってございます。もちろんこちら取り扱っております。あと SNS ですね、 Twitter、インスタ、Facebook やっておりますので、そちらもフォローしていただけますと非常に嬉しく思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。